マルロンベラは、エクアドルの男性総合格闘家。マナビ県、チョネ出身。アメリカ合衆国カリフォルニア州在住。チーム大山、ルーカトレーニングセンター所属。UFC 世界バンタム級ランキング13位。エクアドル人初の UFC 選手。2012年、プロ総合格闘技デビュー。ローカル団体で8戦6勝1分の戦績を残す。2014年5月。 リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター、ラテンアメリカに出場。ファブリシオ・ベウドゥムが率いるチームベウドゥムに所属。バンタム級、トーナメント1回戦で、エンリケ・ブリオネスに小勝ちを収め続く、準決勝に進出したものの、皮膚感染症を発症したため、準決勝から辞退することを強いられた。2014年11月15日、UFC 初参戦となった UFC180 で、 マルコベルトランと対戦し、0から3の判定負け。2015年8月8日、UFC ファイトナイト、ケラ VS、ストリート、プルーで、ローマンサラザールと対戦し、三角締めで 2R 一本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2017年3月18日、UFC ファイトナイト、マヌは VS、アンダーソンで、ブラッド・ピケットと対戦し、 左ハイキックからのパウンドで3四個勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2017年10月28日、UFC ファイトナイト、ブランソン VS、マチダでバアンタム級ランキング5位のジョン・リネカーと対戦し、0から3の判定負け。2019年10月12日、UFC ファイトナイト、ジョアンナ VS、ウォーターシンでアンドレ・イーウェルと対戦し、パウンドで3四個勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞し、5連勝となった。2020年5月16日、UFC オン ESPN オーバー,アーム VS ハリスでソンヤドンと対戦し、0から3の判定負け。敗れ走ったものの、ファイトオブザナイトを受賞した。試合後に、ベラが勝っていたという声も上がるが、海外の MMA メディアサイトの採点では、記者17人中9人が、ビラの勝利を、 支持17人中8人が、ヤドンの勝利を支持と、ほぼ5分5分の支持だった。2020年8月15日、UFC252 でバンタム級ランキング14位の、ショーン・オマリーと対戦し、グラウンドでの肘打ちで一子勝ち。2020年12月19日、UFC ファイトナイト、トンプソン VS、ニールで、 元 UFC 世界フェザー級王者でバンタム級ランキング7位のジョゼアルドと対戦し、0から3の判定負け。2021年6月19日、UFC オン ESPN ザコリアンゾンビ VS イゲでデイビー・グラントと約5年ぶりに再戦し、3から0の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞し、リベンジに成功した。ありがとうございます。